大丈夫ですゆっくり準備します。あのこっちに置いてきました。ああれです交換もしくか気持ないからキャラさんはあれある音楽やってくる途中五分抜けるスイッキャス始まったら聴きましょうはい。曲下げてこれ音大きいです

かお願いしますお願いいたします、はい、小さな南の島から始まる声を通してつながる世界「ドラゴンアイス」イス。 この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い株式会社ジャストリホーム手打ち麺自家製生麺の超デーゴアかわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライドお酒を飲むすべての世界へ琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。 やばいもうみんな <laughs> 犬は助かりましたかって今声繋がってんだよあれパソコンが違うね。パソコンが変わって今なんか壊れてるってパソコンそうなんだよす,すみませんなんか音楽もないんだって <えー S 1> じゃあ次カラーのやつは 適当にバックもお願いします。時計もお願いします。はい、今日はなうん9月7日。じゃあ交換も入るように今設定しているので。アウ出してみます。はい。あて、はい。覚えていけな、ね

10秒前です皆さんこんばんは9月7日ドラゴンアイズがスタートしました根っこは沖縄幸せ界へ この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型のトーク番組です。今日もこのスタジオからあなたのもとにドラゴンダイブということでメンバー紹介です。まずは私から5つの国の血が流れる1人グローバルのカリカリ梅が大好きな前藤ーナです。そして日本の血が流れるカリカリ梅大好きのみっちです。今日はこの最高の2人でお送りします。あと、あ、あ,<っ>あと1人いましたね。 あ、解いておりましたね <laughs> はい、えー、ミキさんに入ってますのは <laughs> FM 技能アンスタッフのキャンですよろしくお願いしますよろしくお願いしますすごい <laughs> すごい <laughs> めっちゃいる新しいね SE <laughs> すごいですねはい、はい。ということで今日はキンちゃんとタッちゃんがタッちゃんはお休みなんですけど、はい、キンちゃんは途中で参加する可能性があるということでメッセージが入ってましたはい。はい それでは今日はミッチアンドニーナーと、えー、キャンさんでお送りしたいと思いますよろしくお願いしますううよろしくお願いしますどんなラジオになるかな楽しんでくださいいろいろメッセージが来てますねはい <laughs> 紹介していきましょうかはい、はい、大塚健二さんまさか全員犬を助けに <laughs> てんてんてんそうあの画面上で見てる方はあの。 全員いなかったからね、オープニング。オープニングは、あの、ちょっとミュージックをね、流してましたね。オープニングっていうよりは、あの、今がオープニングだけどね。そうだね。はい、始まりました。大丈夫です。やりますよ。この番組。ドラゴンアイズ、スタートします。さっき言ったからね。はい、じゃ、あどんどんできますよ。シュプリームさん。こんばんは。こんばんは。こんばんは。男女の関係はありません。 山し桜里です<や>何これちょっと読めなかったな読めないね、これ,これ。今日はないかと思ったって。すいませんね。はい。でもありますので、はい、安心してください。はい。そして大塚健二さん。おミ三木沢さん、正式メンバーですね。タつのやつめ。生意気ですみません。<laughs> <laughs> <laughs> はい。あの、タつ、立つのやつめって、タっちゃうのことね。うそう。 はい、たっちゃん今日はねそう今日はキャンさんが正式メンバーとなってます <laughs> はいありがとうございますはい。そして新撃のめいちゃんさんからですびっくりしました休みかと思いましたみんなやっぱ休みと思ってただ, <laughs> だけど見てくれてありがたいねもう休みかなと思ってもちょっと待ってくれたんだねはいありがとうございますありがとうございますそして、えー、らっちゃんさんこんばんはこんばんは北海道から見ています四十三歳で三つ子のおばあですえっ すごい,、えー、すごい !43 歳もすごいけど三つ子もっとすごいね三つ子ってなかなかい,いないですよね聞いたことないな知り合いですごい北海道すごいしかも三つ子沖縄の方かねおばあですって いいやいや,いや北海道から見ていますって言ってるからあ沖縄から北海道に移住しちゃったのかねええー、<や>出身地はどこでしょうねでも三つ子はすごいですねええー、けど三つ子って赤ちゃんが同じ顔が3人いるんでしょすごいですねええー、どうしよう自分があと2人いるってことだうんうん大人になったらねすごいですねはいなかなかないすごいありがとうございますどうやって名前判別するんだろうね 確かに何か印とかつけるのかなととか最初はリストバンドでしょ双子は、えー、リストバンドでしかできないですよね確かにはいさあそして大塚賢治さんからです、はい、ま、まさか、たっちゃん合コンこれいいよ <laughs> この効果はいいですねたっちゃん合コンかもしれない、うん 僕も誘ってくれそっかラインしとかないといけないねお願いしますみさんもたっちゃんチャラいからねたっちゃんチャラいこっちしてるからたちゃんチャラいでも FM ギノワンのビルの屋上って確かビアガーデンしてますよねいるかもしれないいるぜ合コンしてるかもわーいいなありえます はい、合流しようかなよよこれやってきてくださいキャンさんもねいそうなのにいないっていうね、うん、はい。いやもうね、じゃあ続きましてメッセージいきましょうはい次は誰ヘアキックス今日は新しいお店がオープンしたのでシェフはお休みですか <laughs> どういうことタッチャンがいないから、うん、そうですねシェフはお休みですね今日は今日何してんだろうタッチャン 合コン違うかあ合コン <laughs> 間違いないね。合コンですね。そして、サウルのお兄さんからです。はい、オクラの種が歯の間に入ってる。てる。ー <laughs> サウルお兄さん、アウト,アウト <laughs> オクラの種が、 取ってください子宮ね食べてたんですねオクラ夏だからね、はあ、けどオクラ食べたいな醤油につけてね美味しいですからね、うん、食べたいなはいそしてまびわさん、はい、こんばんはよかったスマホが壊れたかと思ったよ <laughs> 思いっきりスマホ振りまくりましたああよかったお嬉しいですね <laughs> 振りまくった <laughs> 気をつけてください僕みたいに壊しますよ振って壊れるの僕あのこの前いえあの落として踏んづけて壊したんで今新しい機種ですアンドロイドですかアンドロイドですええ。振って落として踏んで壊してはい気をつけてくださいキャンさんアウトアウトはいそしてランちゃん生まれは大阪石垣に幼少期を石垣にいましたよ へああじゃあ生まれ大阪で石垣にはちっちゃい頃にいたということで,で現在北海道で三つ子の孫がいるんですすごいしかも40代でおばあちゃんって3歳でおばあ早い早い,早いですね若い若いえっ40代のおばあちゃんって若いよだって前たっちゃん43歳恋愛対象ないって言ってたもんえあっ恋愛対象ってこと40代がたっちゃん それ <laughs> <laughs> なんかすごいストライクゾーンいっぱいなんだねたっちゃんね広いんですねまあまあいいけどいいけどへえけど<ー>三つ子の孫がいる43歳でも三つ子の孫連れてスーパー行っても「お母さんですか?」って言われてもあれだね勘違いされるかもねうん確かにお母さんと勘違いされる年齢ですよね、うん、で40代って今もう若いですからね、うん、見た目はすごい 綺麗だと思うなぁなんかへえ<ー>自分もよくおばあちゃんお母さんと間違えられましたよえ若いですか、えー、50歳なんですよえ現在あいやこの違いが僕との年齢があ<ー>50でおばあちゃんになってるんですけどこのパンチパーマすごい効かすおばあちゃんだったんで<ー>なんかお母さんと勘違いされました<ー> <laughs> あじゃあイケイケのおばあちゃんだったってことですねそういうおばあちゃんがいいねうんやっぱ若い,おばあの思い出少ししかないない <laughs> そしてらっちゃんさんから追加で「えー、まだ0歳の三つ子で一姫二太郎ですよ」ってメッセージ来てますやっぱあれなんだね2つなんだね男,男男男とかじゃないんだね女女女、えー、でもいいあれじゃないですなんか一気に女の子も男の子もやってきたって感じで。 にぎやかですね家族じゃあ、はい、今0歳かわいいけどこれお母さん出産どんなだったのかなやっぱ帝王切開とかじゃないやっぱ産めなくない下からは難しそうなイメージですけどどうなんでしょうお腹の中やるとき3倍重いのかねじゃない3人分3人分想像できないなすごいそしてシュプリームさんからです、はい、僕は40代でチェリーボーイですいやかましいわ <laughs> チェリーボーイ <laughs> ね、イエローカードが出ましたねイエローカード出ましたね今ね,ねあと一枚もらったらあのあれですよアウトきますよ <laughs> アウトきますよ <laughs> 次クラーズを投稿、はい、そしてブルガリさんから来てますねギノアン待たせたなわし三条やがな <laughs> かっこいいかっこいい,こい,い、ね、文章が登場しましたね久しぶりですありがとうございます,はいりすありがとうございます,すそしてサウロお兄さんおばあは昔から 変なパーマしてるよそれで続きあるカットキミコのとこでパーマしてる <laughs> すごいカットキミコなんか味がありますね、うん、<laughs> おばあはそこでパーマしてる、ね、けどおしゃれだねパーマするおばって、ねうん、なかなかね、うん、まだ現在進行形でおしゃれ、ね、女性はいつまでたっても女性ですからそうですよね。 はい、小さい頃からずっと女性ですからねはい、はい、そしてラッチャンさんからです、はい、帝王切開で産みましたがとても大変でしたよということです三つ子は帝王切開だったんだってあーすごいなはいすごいですねはいということでじゃあ今日のテーマそろそろ発表しましょうかきましたねじゃあ本日のテーマを発表します今日のテーマはこちらおぼん はいということで今日のテーマはなぜならね,ね、うん、えっと345が九お盆ではい九盆で「うんけい中日ううくい」ウークイって言ってねそう沖縄県ではちょっとあの本土とはずれてるんだよね九盆、うん、になってますので「お迎えして中日」あ「うんけいお迎えお<い>中日」「そのまま中の日」 で,うーいで送るというとそういう3日間がちょうど昨日終わったの一昨日だ、ね、とと終わったばっかりということで何しましまた皆さんやっぱあれだねえー、っと身内全員集まってオードブルを食べながらのあそうねうん1年に1回しか見ない人もいるからね はい、いとことかね、うん、確かに結構沖縄にとっては大きいイベントですよねそうですね,ねそうそうそうキャンさんは何しましたか僕はですね今回まあウークイの日火曜日がこっち出勤決まってたんで、うん、中日で全部親戚回って9か所ぐらい行きましたね9か<う>所1日で、はい、多いですねいとこが。 いや、僕自身のっていうよりも、母とか父の代理で行くんで。もう、でおばあちゃんのも預かって、おばあちゃん方の、この親戚とかも回らないといけないんで。えー、割と大変でした。九、えー、箇所、えっと、なんか、お、あれを渡すんですよね、プレゼントっていうか。そう,そうです、そうです。おいなんていう、なん、お歳暮。はい、お歳暮を、九箇所に。はい、結構家族多いですね。もう多いですよ。うちはもう、母が、いとこだけだったら、五十人ぐらいいるって言ってたんで。<ー> 舞えるぜすごいキャンケですからね、キャン。はい、すごいな。多いですねということで、今日のテーマは、えー、お盆ということですので、お盆、何してたのか、ちょうど本土のメンバーの、ね、方は、リスナーの皆さんは終わったからね、8月に。ちなみに、うん、本土のお盆って何するんだろうね。うん、そういった、ね、お盆エピソード、お待ちしております。もう早速来来てててるるねねいいいっぱい来てる、ね、軽くじゃあ紹介していきますか シュリさんからですお盆呼んだ初見のヒロシ100ですあれででででししょすんあああきららのはははい、はいはいれは、はい、れかかお盆で隠してるからですよねをやったんですかお盆に <laughs> あけなんかみんな違うお盆があれだね、うん、さあそれでねヒロキックスから、うん、あの そのメッ,セあ何メッセージとかけたメッセージが出てきてますね。はい、沖縄の人とかけまして、あきら100%と解くその心はどちらもお盆が大切でしょう。ヒロキックス、アウト,アウト <laughs> <laughs> すごいかけ方、でも上手。上手ね、はい 沖縄のねそそ、うん、そうそうそうあのー、大事なお盆とあきら100%のお盆は本当に大事ですからね欠かせない欠かせないものですよ <laughs> 本当にな <laughs> くしちゃいけない、はい、<laughs> 本当だねいい例えですね <laughs> はいそして大塚賢二さんお盆10代の頃喫茶店でバイト時給420円だったかなえコーヒー4杯お盆に乗せ お客さんの前でひっくり返してしまいました <laughs> なんかすみません漫画界 <laughs> すごいえけどこれ本当にこんなのあるのかね何と言っても時給が420円っていう時代っていうんですかこれ10代の頃420 <laughs> 今いく, <laughs> 今 <7 95? S 1> くら今い百九795あれそんな上がってないよね750円ぐらい二十円ええけど自分が高校の時は605円だったけどねあでも確かに それぐらいだったね、六百円台が最近ですからね、沖縄は。いやー、けん、内地とか、どんななんだろうね。ね千円じゃない、内地、内地どうですかね、九百円とかですよね、時給。そう、あ、もっと超えると思います。ー<ー>じゃあ、こっち、はい、僕たち頑張って働いても、あっちのアルバイトに負けるのかな。負けてるんだね。そうですよ。ええーうん。アルバイトの方が全然稼げると思いますよ。そうなんだ。じゃあ、俺も沖縄でアルバイトしよう。確かに。 あ、沖縄でアルバイト？違うでしょ？内陸でしょ？こっち安いですから。安そういうズッコミを待っていたよ。ちょっとちょっと待ってちょっと待って。まあその代わりもう時給高ってもめっちアウト。時給高くても生活費が高いんじゃないですか？消費する量がそうだよね。家賃とかね高いからそれであれかプライマイゼロでバランス取れてるんですね。 はいということで今日のテーマお盆ですね沢浦お兄さんからメッセージ来ています、はい、内カビ燃やしている時におばあが天国のおじいは金持つさ少し欲しいさーって金欠アピールしてた <laughs> <laughs> おなるほど内カビってうん、うん、本土の方は知らない人もいますねうん、内カビって何ですか内カビとはあの世のお金です どうういった形でしょうか、えー、と黄色くて中にこのプツプツってなんかちょっとお灸のマークみたいなのがいっぱい入ってるうん、うん、おわかりやすいす正解 <laughs> それが内壁となってますけど、はい、仏壇の前で燃やすんですよね沖縄はそうですあの世人のね先祖の皆さんに使ってほしいという思いを込めて燃やすんですよあの仏壇の前で <laughs> <laughs> そうみんなで身内全員でそれを見守るんだよね米を3回ぐらい 投げて。なんかお椀に大きなボールに、なんかねあのお米入れたりお酒入れたり、てねちょっとご馳走の一部をちょっとかじったということで入れて、で最後に内壁をね、うん、あの村のお酒じゃないけどこの家族のボスがねボスが燃やすんですよ。<laughs> みんなの前で。<laughs> <laughs> ちなみに我が家キャンケでは、はい、僕が燃やしますあそうなんだ<ー>へえ<ー>じゃあボスってことボス扱い僕,僕がボスです <laughs> 僕がボスえじゃあもうあとのあの何親族はみんな年下なんですかキャンさんよりそうですねまあてかうちにある仏壇が僕の上の方々なんで 僕、も必然的に僕なんですよ。あ、長男長男です。あ、じゃ長男だからしょうがないね。ですか。じゃ燃やしたんですか今回も。今回は、でも出勤だったんで、お母にお願いって言ってきました。ああ。いいね、また。お母にお願い。お母さんがじゃあ燃やした仕事だからしょうがないさまあね。はい。はい。じゃあ、メールが来ております。進撃のメイちゃん。はい。リクエスト。これは、キャンさんに確認してもらいましょう。はい。確認しましょうね。はい。ニーナさんと、ミッチーさんと、キャンさん。 キャンさんのナイスな選曲に素晴らしいですあ,ありがとうございます。<ー>バックでかかってたのは、アビーチーかな<お>新曲ですね。ねナイスです。そして、お盆、お休みかと思いました。接客業のお仕事をしているので、えなんだっけ。繁忙期繁忙期で、9盆はかなり忙しかったです。お<ー>これが伝わらないんだよな。 10時間以上お仕事をして朝から夜までぶっ通してお仕事をして休憩も30分でかなり忙しかった<う>明日からやっとお仕事に連休休本は忙しかったわあそうなんだお疲れ様でした忙しかったんだねあの休本の 3, 3日間のうち、えー、ほとんどがいやいやいやっていうかこのうん、うん、そうだよね BGM の バックで流している選曲を流しているのはキャンさんなんですけど、よく気づきましたね。すごくありがたいですね。僕もこれお気に入りの曲なんです。えー、EDM っていう感じなんですかこれは、はい、何なんですか。ただでもこの方はですね、DJ の中でも EDM と古いあのカントリー曲を混ぜるのが上手い方で。あ、じゃあ聞きやすくちょっとポップに。そうですね。初心者でも。 メロディーがね、なんかポップいいですよね、うんうん、キャンさんの時はタッチャーと違うね <laughs> その中にメロディー、あの他のなんか作業ができないんですけどね、あ<ー>まあ、音楽だけでは。ということで、9本の話に戻りたいと思います。はい、えっとさっきの、ね、時給420円だった s u p r e a さんからです、えーっと。最高時給10万円だった、マジでって来てますよ。本当絶対嘘 10万円って時給でそんな仕事ちょっと危ないやつ違うの。そんなのある<ー>え。ちなみに何の仕事だったか教えてください。はい。はい。そして、ひろぎくさんからもね、はい、時給関係でまた来てますよ。東京で配達のバイトをしたとき、時給1200円でしたよた。高か<ー>えー、いいなこっちの約2倍だね。すごい。それは羨ましいですね。1200円 めっちゃうわしかもバイトでええ1200円使ったのヒロキックスもヒロキックスこれ香港代にしたってああ台湾台湾好きだからね行ったかもね幸田久美さんからも来てます皆さんこんばんはこんばんは時給は800円だよあ沖縄の最低賃金うん幸田久美さんは沖縄の方かなそもそもそこが分かんないでも泣いちゃった気がするんだけどね あ組として時給が800円ってこと、こ M ステに出た時給800円やばい、<laughs> <laughs> <laughs> 事務所を訴えてください、<laughs> 事務所を訴えた方がいいですよ、あのこんな歌手ね、ヒロキックスが新聞配達してるのに、その間、歌歌って800円で、ヒロキックスはね、配達で,12円で1200円、ね、だいぶ違いますね, <laughs> ね<ー>、はい。ということで、大塚健二さんからです。はい、内カビ お風呂の黒いやつということで、う、内カビ使って欲しいのに、燃やすんですかと来ています。あ<ー>はあ、そういうことか。なんでそう、そうだよね、確かに、どう、使って欲しいの、燃やす。うん、使って欲しいのに、燃やす。ああ、つ燃やさないと、あのように届かないんちが。そうです、そうです。そういうことです。ですよね。はい。そう、そう、お線香とかね、そういう煙に乗せて。そうそうそう あのように贈るみたいなのが沖縄はちょっとあるんですよねそうそう玄関とかね、はい、そうそうだから燃やす燃やす確かに生きてたらね何、うん、で燃やすねんプレゼントっていうかお金みたいになりますからね <laughs>、はい、けど沖縄はあれよね内壁もそうだけどお盆シーズンはエイサーがにぎわってますよねすごかったですよねこの3日間のエイサー各地で。 あの<う>沖縄本島道順ねって言ってね思うん、お盆のシーズンは地域を回るんですよねそうだから、うん、各地域によってやっぱチームっていうか踊りの方とかも違うのでうん、うん、回ってエイサーをねあの回って見るっていうのも楽しいですよねそうそうそうえちなみに見た今回見た見たやけないエイサーああやけないよね、うん、やけないエイサー知ってます皆さんわかりまますすすよよ知ってます有名ですよねかっこいい よ本当にチョンダラとかね道化師みたいな役回りのチョンダラもいるんだけどの演舞とかもあって超楽しいあれそうしかも人数も多いしねチョンダラの10名ぐらいいるんちがあっちそうよねそれがすごいんですよねまたねそんだそのチョンダラが多いことがまたすごくいチョンダラって一番大事な役割なんでねそうそうそう目立ちますからねあと指笛とか はい。そうそうそう。ぜひミッチーもちょんだらやってたんじゃなかった？そうそうそう。エースをやってた時はちょんだらやってたんですけど、<laughs> うん、僕が入ってた青年会、うん、なくなりましたね。<laughs> 少子化 <laughs> ショック超ショック。<laughs> これぞ本当に少子化っていう言葉が。<laughs> <laughs> ぴったり少子化の影響でえ少子化って言ってもさ沖縄まだ全然めっちゃ人口いるけど <laughs>、はい、なぜか解散したのるの所属してたうんと自分なんかが時まではやっぱ40名ぐらいいて、はい、やっぱ下に下にこの引退していって先輩たちが、はい、下に下に行って気付いたらやっぱやる人がねその地域のやる人が少なくなってきたら少ないからねもうや踊る人が。 まあもうそ,それをさっき言って解散ってことだったんですよね、うん、そう地域格差がありますからね、うん、沖縄は、うん、多いとかやっぱ60名70名って A 班 B 班とかあるんでしょ、うんはい、人気のあるあのこう地域には子どもが集まって、うん、なんかそうじゃないところは過疎化が進んでるっていうのもあるのですよ沖縄市内でも結構あるのでそういった場所ははい 意外とじゃあ、じゃあそこになったんだ、みちルは。えー、<laughs> 残念でした。ね。はい。じゃあ、今日楽しいけどね。ねはい。楽しいんですけどね。はい。じゃあ、それでは続きまして、じゃあ、このメッセージを読んだら、CM に行きましょうか。はい。サウロのお兄さんからです。はい、おばあは内カビ燃やしすぎて、あのヘアスタイルになったのかな正解 違うなるほどあ <laughs> そういうことねうちか燃やすすぎて髪の毛、うん、おじーって言ってからねチ <laughs> リチリチリチリ多分そうかもしれません一旦 CM です <laughs> 多分そうかもしれません <laughs> 一旦あのー、開けてあと今準備してる曲あるんですけど、あのー、この「

ちょっと BGM でじゃあ、そ,その,あのリクエストにあったのをちょっと流しながら、はい。あ、それがいいかもしれない。うん、で、これはあのリクエストの曲ですって言えばいいね。はい。どこから読んでないっけえー、結構。こちらへん。銀のオタさん。こんにちは。パンプキンズの皆さん。<laughs> <laughs> ちょっと変な。毎回変わるの。<laughs> パンプキンズ <laughs> こ,れこれ面白いな。あ、またシニッパーパパって読むうん。 サウロお兄さん日本人は北島三郎だろうがそこに対して怒ってるのかなそ <laughs> <laughs> こに対してえっ、ー、とはり丸さん新しい方ブルガリさんあっはり丸さん新しい人じゃん,ん俺のバイト1000円チーンって高いさ高いよ1000円って何のバイトか気になるか教えてくださいねこれ <laughs> が当てるか 俺の場合こののこ画像的に言ったら、バーススタタ自分はは <laughs> SNS あ、インスタグラマーインンググララママいい、はい、ルかいブドラゴンアイズ生放送で FM ぎのワンより放送しております。 今日のテーマは。はお盆。ーんお<っ>、ということで、<laughs> 今日はお盆でお送りしております。お盆にまつわるエピソードをお待ちしています。はい、来ましたよ。はい、ブルガリさん。ボンだが、坊主だか、なんだか知らねえが。先祖の。遺霊見て。拝まなくちゃいけねえの。 いえいえいえ拝まなくちゃいけねえのに思わず親父の顔を見て拝んじまったじゃねえかと<ー> <laughs> 思わず拍手思わず拍手喝采すごい熱いほ熱い感じで言ってほしかったかもしれないねああ<ー> あの、ブルガリーさんだった、今。そう、全部ひらがなでよろしく。<laughs> 全部。<laughs> それ逆に読みづらくないですか。読みづらいよ、ねえー。句点をしっかりよろしく。<laughs> 句点をしっかり。小学生向けによろしく <laughs>、はい。よろしく。<laughs> はい。はい、じゃあ、あ大塚。 えー、ケンジさん、はい、そうそう、ミッチさん、エンジンかかってきましたねと来ていますよ。やっとガソリンが回ってきたぜ <laughs>、はい。ガソリン回ってます。<laughs> そして、まぶやさんからです。はい、お盆はお中元配って、エイサー見て、ウークイにご先祖様,を、えー、ご先祖様にバイバイして、また来年ねって送りました。ーもうザー お盆の説明文になってますね、これね。<laughs> ご先祖様をご先祖様に売買して。可 <laughs> 愛 <laughs> らしいですね。可愛らしいですね。はいあ。じゃあもう、まさにお盆、うん、沖縄のお盆はこんな感じですよね。そう。あと、沖縄のお盆はね、海行ったらダメなんだよね。あ、そうそうそう。海をはね、避けてください的なジンクスっていうか、こう言い伝えられてますよね。そう。危ないですよ。それはなん,れなんでですか、キャンさん。足を引っ張られて。 皆さん、海の木図になりますからね正解海 <laughs> <laughs> 海のず海のずになるのかみたいなねでも多いんですよねお盆の前後は確かにあのこの時期割と水難事故が多い,いですからね怖い話でもね、うんはい、沖縄の怖い話でも一い,いスタがありますからね、うんうん、かみんな言うからねみんな言うよね、うん、お盆前とかお盆前後は行くなよみたいなみんなおばあちゃんとかに言われますね、うん、はい、はい はい、そして火星人さん。火星人さん。お盆実家帰りました。火星途中道に迷いました。なるほど。<laughs> 火星だからさ、道とかある。どうですかね、マリアナ海溝の中のとか結構迷いやすいかもしれないんでね。おキャンさんこんなのでくっついちゃって、宇宙やばいも、ん、みんなダメもん <laughs> <laughs>、はい。火星にね帰りましたか、はい、そうですか。 どんな実家なのかな。もうすごいあれだね。大きいお家でしょうね。じゃあ今は何？<laughs> 出てこなかったー。っね、はい、えっ、ー、と銀の太るさん、今から向かうけど、間、ま、に、あ、合うかな。どこに？ここに？ やんばるから。やんばるから。向か、あ、向かってくれるんですか今日。けど、<ら>ギノワンに今から向かって。間に合わないなねぎ。えっと、やんばるからギノワンしない。間に合います。ね。ね、はい。<laughs> えっと、大塚健二さん。<laughs> なるほど。どキャンさん、タツノジと違って、すごい。タッちゃん来たら、タッちゃん、よいしょするんだけどね。ああ。タツノジと違って、すごいって褒められてますよ。<laughs> やったー。<laughs> やったーやったねー <laughs> はい、ヒロキックスさん僕の友人は5番のロッカーのものを10番に移動させるだけで10万円というバイトに誘われたみたいです <laughs> ただし<え>条件は物の中を絶対見たらダメというのだったみたいです好条件ですねえー、ん<ー>なんか怖いこれ当てるかえー、っと拳銃 拳銃、分かんないですよ。人かもしれないですよ。いやーあ<ー>、あとは何、薬物とか、怪しいやつとか。S D カード。うわうわうわ、怪しい仕事。だってこれだけで十万円でしょ。自虐にやるかって言ったら、うわ、めっちゃ。 迷う間違いない分かんないでもちょっとさちょっとやっぱ怖いですよねこれでもし犯罪にちょっと手を染めて加担してるって言われたら逮捕ですからねそうですよ危ない危ない危ないやっぱやらないお金よりも人生ですはい正解いいこと言うなあいいこと言うキャンさんさすがお盆のね長長内髪燃やすだけあるありがとうございますそしてサウロお兄さん 地元から逃げてったんじゃないのどこの話のこ何の話ですかさっきの A さんの話じゃないですねあ〜今頃ちょっとタイムレスが発生してますがタイムレスがはいそういうことですねそして大塚健二さんキャンさん沖縄のことよく知ってる沖縄の人みたいすみませんうちなんちゅうやから。こんにうちなんちゅうやから。けどキャンって キャンっていう苗字ですからねはい苗字ですからね本当にね不思議な不思議な珍しいと思いますよねでも僕顔でナイチアジラって言われるんですよねあ確かに顔薄いからキャンさんはねナイチの顔したうちナイチですよね苗字はねモロキャンだからね内壁燃やすそしておささいそして大塚健二さんお盆は学校も休みになるんですか あーこれいい質問ですね本当はねお盆はいつも夏休みシーズンにやるんですけど今回はね、うん、旧暦がちょっとずれ込んで,んで9月なってだけどいとまと浦添もかな一部休校とかありますよね、うん、そうですねあとは<う>あの午後は帰りなさいとかそうそうそう早上がりはいありますねあるあるあるそんな感じですよこれ特別ね、うん、沖縄の特別な休み そう祭りとはまたちょっと違ったみんなのそわそわ感とかありますよねスーパーとかすごいお盆グッズが売りまくられてて、うん、ああそうだよねスイカめっちゃてんこ盛りとかうん、うん、あサトウキビがあーサトウキビあるねさすいっぱい束で置かれてたり、うんあ,うんうん、あとビールビールとかあとはお供え物系がねすごいバカ売れですからねこの3日間沖縄こんな感じです、はい、続きまして大塚健児さんからです、はい 前頭を上げてお盆をやる神類たちが集まる習慣はいいなあ山もお盆は登場してはいけないそうですへえ海だけじゃないんだねあ登頂してははいはい登っちゃいけないってことですねお盆はへえ、うん、これも引っ張られるみたいな感じで連れ去られるのかねやっぱりそうじゃないです、ね、山もやっぱりそういう事故のある場所ですからあそうなんだちょっと神聖な場所というか に飲まれちゃうよということですね。お盆の不思議な時期はことだね。はい。そんな時になぜかシュプリームさんから沖縄のモズクは美味しいよね。あの海の木ズにかけたんじゃないですか。あうまい。うまいですねこれ。美しそうだとしたら。天然のモズク食べたことある？あのそのまま上がったばかりの。上がったばかりっていうか海を泳いでたら養殖のかたぶ流れてきたのが岩に。 岩に住み着いて成長したもずくみたいなおそのまま取って食べるわけ、うん、どうでしたしたょっぱい美味 <laughs> しくないってこと美味しい美味し,しい美味しい美味しい美味しいけどやっぱ塩もみしてないから<え>しょっぱいもう海の味あ海水を食べちゃうてる感じみたいな感じ、えー、でも沖縄の、ね、県産もずくは基本的に県民は 新鮮な方を食べれますからねはいしいよね美味しいさ美味しいですよね,ね、まあ、さっさということでじゃあ次のメッセージ、はい、大塚健二さんからです、はい、ニックネームではなくキャンは名字漢字はどう書くんですかとめ質問が来ていますおお。あのキャンっていうのは喜ぶに、はい、えっと屋根の屋に武士の部でキャンですお<ー>すごいよね キアンっていうことですよね一文字ずで。でそれでキャン沖縄の最南端がキャン岬ですそうですそうですええ。お、俺今すごいね今俺すごいこと言ったすごい本島の最南端ですね本島のそして最北端がヘド岬うぇーい 誰でもわわかかるる、えー、<laughs> これは誰でももう一つ質問来てます。ヒロキックスさんからです。皆さんはお盆って言いますかそれともおぜんって言いますかはい、俺は皿。ら。ミスターマッティン間違えたね。えとじゃあ私は <laughs> えとお,お盆って言いますかおぜんって言いますか私はえっ、ー、とね。 お盆って言いますね。俺も本当はお盆。キャンさんは？僕はお膳って言いますね。<ー>お膳って言うんだ。お膳って聞いたことないな。まあお盆も使いますけど、うん、お膳の方がなんか言いやすいっていうか、この分けて使ってる感じですかね。はいはい。なんかお盆の時期にお盆って言ったらなんかやや,やこしいじゃないですか。確かにお盆なのにお盆に乗せてお盆の時期にみたいなね。<laughs> はい、はいはいそういうことですね。そうです。はいじゃあ続きましてシュプリームさんからです。 プールで泳いでいたら口にもずくかと思ったら毛根がついたくせ毛でした縮り毛でした <laughs> これ誰なんか分かるね俺これ <laughs> 前の人の脇毛えそんなプールで泳いでてこんなごっそり抜けることってあんまないですよねうんこれは多分嘘だねこれ嘘だねうそやしさやっちまったなこれはやっちまったですねそして大塚健二さんおお キャンさん何でも拾ってくれる。エラーなしですね。タツ字に赤を煎じて飲ませたい。<laughs> それやだー <laughs> 爪の赤を。<laughs> えー、本当にこれさ、赤を飲ませるとかあるのかね。まあ、こういうあれですよね。言い伝えの一つかな。これそれくらい飲んで、この人飲んで、あの、この人の知恵とかを。 伝授してくれってことですよね。それぐらいすごいってことだ。うん、頭いい人の爪の垢飲んだら、ちょっと賢くなるのかね。<laughs> 誰。あ、私。あ、みっち。私。遅い <laughs>、えー。もうちょっと早く。あさあ、そして世の中の銀の蛍さん。はい、えー、番組が終わる5分前ぐらいにて、この質問です。今日のテーマ。何。 <laughs> おぼん今日テーマはおぼですよ、もう本当におもいんだから、<laughs> の,の中の銀の小樽さんをこれは最高ですね、<laughs> あ待ってこれ、これ、受けた、これ、読んじゃっていい、はい、サウルお兄さん、今思ったけど、おば、父バンドしてほしい。<laughs> <laughs> <laughs> 何ちゅうこっちゃ要は支えてほしいってことね何かが起きてたのかな起きてるな。んかあのサウロお兄さんとすごい親近感があそうなんだうちのおばあもそんな感じなんですえな。しかもさっきパーマの話もしてたじゃないですかサウロお兄さんがえ もし同じオーバー、ええ、<laughs> じゃない。<跡>いや、絶対違,います違うから。違,違うから。父違らチチバンドをしてほしいということでね。わ <laughs>、はい、かりました。<何>じゃあ、もうたくさんのね、あのお盆に関するエピソードをもらいましたので。この中から、えー、今日のドラゴンダイバードを発表したいと思いますので。一旦、じゃあ、ここでブレイクタイムを挟んで、この後発表したいと思います。誰かな。 なんとドラゴンダイブアワードが決まりましたそれでは発表をしたいと思います、はい、本日のドラゴンダイブアワードはこの方です「ヒロキックスさん沖縄の人」とかけまして「あきら100%」と解く「その心はどちらもお盆が大事でしょう」に決定 ヒロキックスです。ヒロキックスさん、受賞しました。一番、もうお盆エピソードで、素晴らしかったのでね。これにさせてもらいました。一番でもよかったけどね。一番でもよかったよね、本当にも。はいはいはい。ちょっと待って、面白い。どの中の銀の蛍さん。え、お盆。お盆。今日は。ドボンだな。いや、大丈夫だ。面白い。大塚健二さん。 サウロさん、この時間にぶっこんでくるんだよな。上手。確かに、上手ですよ。<laughs> さあ、もうラストかなこれで、ラっちゃんさん。<い>私なんて、ヌーブラにティーバッグを身につけ、夏限定だけど、ハーレーを乗る元、元レスラーの私。<laughs> <laughs> <laughs> すごいな。ヌーブラで。<laughs> ルーブラでティーバッグを身につけてハーレー乗って元レスラーで43歳のミスコンのおば <laughs> いということで<ー>これも滑り込みよかったですね。よかったな、はい とということでね、たくさんのメッセージ、はい、皆さん本当にありがとうございますきょうの、ね、BGM でかけているのが「進撃のメイちゃんリクエスト」のね曲をチョイスしていたということですので楽しんでいただけたでしょうか。はい、ということでそろそろエンディングのお時間ですまた来週この時間に皆さんお会いしましょうお相手はニーナとミチとそしてミキサーのキャンでしたこの番組は未来へつなぐ安心をお手伝い 株式会社ジャストリフォーム手打ち麺自家製生麺の朝ょではかわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライドお酒を飲むすべての世界へ琉球主号伝説の有限会社しもじの提供でお送りしました小さな南の島から始まる声を通してつながる世界合言葉はせーの ドラゴンアイズまたねーまたねバイバイお面白いこの歌カットキミコこれいいな <laughs> 超面白いキャンさん含め五人でやれますようにって <laughs> <laughs> メンバーに入れてて

ちゃんと流れがあればね、もっとお手伝いできるんですけどこの交は面白いんだけどこれいいですね楽しかったです今日トゥレーっていうのちょうどやっぱりケツバットも今度準備しときますあ、ケツバットケツバットいいねカって決めと最高ですよしじあ、止めますねはい、ありがとうございます <laughs> あの結局金ちゃんもねはなかったんだねじゃあありがとうございましたはいお疲れ様ですお疲れ様でした